でかっ馬力来たよ、これはうわ。絶好の釣り日和です。ここはワッパーの発祥地じゃないですか。今日も釣り人たくさんいますね、展望先端に。それでは行ってみましょう。ここはいつもきついね。おはようやね。暑いね。暑いね、いい天気やね。今日畑仕事じゃないと、ちょっと本当ね、どうしたぞ、そんな畑仕事みたいな。暑くてさ、今日寝坊したろ。寝坊したろ。急に言っちゃうもんだって、もうめちゃめちゃ忘れてきたよ。忘れちゃいかんのが、この前の引きよ、この前の引き。よっしゃ、きゃーでかいぞこれ。おらおら、でかいよ、でかすぎる。うわ、でかいよ、これはタモがいるよ。うわ、でかい。うわ、でかいぞこれ。うわ、逆スピンショー、逆、あー、取れた。あー、でかかったのに。もういきなりパッカンすると？いや、まだちょっと朝間はやっぱジグでしょ。もう朝間っていうか、もう火出とうやん。まあ確かに釣れるかな。こうアバーさんもカメラ撮ってよ。カメラ持ってきたよ。危ないね、危ないね。何やらかんや忘れてるけどね。急遽もう急いできたけ何もかもよ。だって悔しっちゃもん。あの怪物を外してからね。怪物さんがないよね。大物カドチ、俺今日はどうかな。うわー、今いましたよ、なんかでっかいのが。うわ、来たよ。うわ、60ぐらいありそう。これを釣りたいっすな。ああ、やっぱ内側かな、パッカンかな。何しよう、何の釣りしよう。何から釣ったな。あの大物、エビでやってみますかね。釣り板が巻いてないもん。巻き忘れてるときは焦らずに、サルカンを使いましょう。まず、2つ折りにして、通します。肩結びをしながら、この輪っかを作り、ここにサルカンを入れます。そして引くだけですね。早い。終わりです。今日は3を使いましょう。1回、ここから入れて引っ張って終わりです。入れます。今日はチヌバリの8号を使いましょう。やばい、溶けてない。急げ。するぞ。全然固まっとん。餌がない。ダッシュで溶けてきて、あ、そっか、いますよね。ちょっとこう、あ、ここにいい餌がおる。ナムシがこう、でかい。ナムシがおるよ。このフナムシでか。このフナムシいいですよ。とりあえず気持ち悪いんで表からかけたいと思います。こんな感じですね。よし、いけれる。これで釣れるぞ。行くよ。あら、もうおらんやん。それと、しまちましたよ。そうですね、あれが食ってこんかなと思いますけどね。大きいよ。あれ、ボイルしよう。マニさん、沖ではボイルがあっております。感じがしてきた。さあ、投げるとボイル。静かにね、今慎重に。覗きたいけどな。覗いたら釣れんもんね。逃げてくる。来た。マンジさん来た。あれ、マンジさん。来たぞ。これはでかいぞ。待って、かこれか、これは散るぞ。ぶり投げられるかな。でかいな。うわ、これはすごい。うわ、
うわ、パンさん、うわ、でかい、でかいよ、マイさん、早くマイさん、来てくれ、来てくれ、マイさん、マイさん、マイさんが、今来てくれた、今来てくれたよ、走ってくる、走ってくる、うわ、パンバリバリ、バチャバチャいいよ、やばいやばい、入っていかれた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 よ、でかいよ、マイさん、今日のでかいよ、うん、でかいでかいでかい、でかいよ。めっちゃでかいよ、朝一発目でかいよ、いや、でかい、今日のはでかい、あー、でかい、うわうわ、でかい、でかいよね、まえさん、どう、神様がついたよ、神様が、あれ身内の狙っとったのに、まず持って帰るね、今日これでかいよ、過去最高やな、めっちゃ引いたもん、すごい綺麗よ、綺麗やね、うん、いいよ、マイさんもっと好きやろ、朝一発ね、今日のパイセン絶対散ると思ったけどね、もう今日これでいいとか思って、うわーでかいな、しかしいい感じですね、大物ですね、でかい、よう引く、こやつはよう引くと引きますね、リリース、リーダーも結ばんで釣れるの、まあまあまあ、そうよね、リーダー結ばんで、もう時間がね、時間というかすぐ逃げるかなと思ったっけ、まさか先輩から来るとは思えた、今日幸先いいね、幸先いいね、よし、こたたたたたこったよ、2番目覚えてもらう、2の穴、2の穴、あ、今吐いたね、ラムシちゃん吐いたね、カサゴか、今日の目的はカサゴじゃないんだよ、さよなら、こちらだよ、行ってらっしゃい、ラムシは魚たちのアイドル、でか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 、バリキ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 、ないや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 ない、こんなバリいらないですよね、いらないですよ、あーはい、いらない、うわ、きて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 、うわ、またイラや、なんでイラばっかり切ると、うわ、お前じゃないよ、2匹目いいよ、またイラですね、あーまずね、こっちに持っていこう、ナムシはイラ大好きみたいですね、やばいわよ、うわー、いた、よし、ぶりかげ、うわー、切れた、あー、ぶりかげで気になった、あれが釣りたいですけどね、あれマヤさん、めっちゃでかいのがおるよ、こっち石台の、こんぐらいのが石台、今日は競泳が濃いんで、じゃあ3号から5号にしました、まあ潮止まりやったけね、今から流れ出すといいな、久しぶりに当たりが来た、おお、活性が出てきたぞ、お、来た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 、食われろ食われろ食われろ、お、当たりが太いぞこれ、何回な、久々当たりが出てきたよ、ヒナムシにも当たりが、あれ止まった、パイセン、あー来た来た、あーダメやった、何届かいな、ヒナムシの代わりに来たのはイチゴでした、来た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 、アクアマジ粘りがちやね、うわー、大事によ大事によ、タモ持ってくるよ、ドッカンパカンね、リール忘れたぞ、あのでっかいのエサ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 って、よっしゃ、来て来て来て、立ちなさい、お、立った立つぞ、赤マジが立つぞ、しっかり来るって感じね、
おー、来たかな、来たかな、来たかな。うわ、インスタントパッカー、インスタントパッカー、インスタグラムパッカーか。先端にポッとつけるタイプがあったんですけどね。お、割れた、半割れ、これどうですか。あなたの持ってる竿が簡単にパッカン竿になる、インスタパッカン。いいね。忙しかねえ。え？忙しい。おお、来た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 来